もう何もかもおしまいや。となるとこの部屋のドアはオートロック。カードキーがないと外からは勝手に入れない。しかも窓は小さくベランダもないので。ま、窓が喋った。どけどけ、わしが最初に乗るんだ。やべ。I can speak. 復習をしてもしなくても大切な人は帰ってこないので真剣ゼミをやるべきなんじゃないかな。ほんまにそのノブから毒物反応が出たんかい。おお、大悟からも出たよ。この曲はファミマ。1万円札が2枚と5000円札が5枚とポンタカードが47枚。妙だと思わんかね。最後に言い残す言葉は。フルコンボだ。食べ放題がいい。私は反対よ。俺も反対だ。え、もっと強くするです。わあったけ。ちょ、暖を取らないでください。あにゃ、財布に焼けちなくて寂しい。嫌です。犯人の松茸さん見っけ。わしの松茸も今から犯人になるぞ。パパとママは夜中にプロレスごっこしてて。こら。おじさんは昼間にママとプロレスごっこしてたよね。え、そんな、いや、約束が違う。お前が一度でも約束を守ったことがあるのか。一度でもあったらごめんなさい。これ本当に麻酔銃。おお、おかみさんまるでクジラだな。はい、やり直し。ママは何歳だっけ。23歳。よくできました。腕立て20回。うわ、あ、ルフィや。みんなの平和のためだ。このまま電池を入れ替えるとお兄ちゃんの記憶はなくなるわ。のび太さんとの思い出が消えちゃうの。電池入れ替える前に言ってよ。私は誰かさんと違って逃げも隠れもしないから、さっさと行ってきなさいよ探偵さん。ありがとう旦姉ちゃん。探偵なら私の心くらい推理しなさいよバカ。おい待て、探偵じゃなくて名探偵なんだけど。たった今あんたんとこのバスを占拠した。要求はただ一つ、修学旅行に俺も連れてってくれ。はい、お待ち。あちらのお客様からです。おいしくなれ、もいもいキュン。戦いますか、それともバトルしますか。弓、お願い返事して。はい。悪いな、ラン。まずい、このうどんまずすぎる。それは箸です。お前そろそろ痩せろよ。毎日コンビニ弁当とか高カロリーなものばっか食ってさ、自分に甘えすぎなんじゃねえの。俺お前のこと心配なんだよ。そのうち病気になって俺みたいに死んじまうんじゃねえかってさ。思い上がるな、腹を立てるな、心を整えろって言ってんのか分かんねえのか。ふざけやがって、どいつもこいつも二人一組をあっさり作りやがって。スロムーン。女の子の部屋ってこんなに甘い香りするんだ。はい、ということで、今日のゲストさんはですね、近場に行ったドッチさんです。いいか、お前は近場に行け。なんとスライムが起き上がり仲間になりたそうにこちらを見ている。仲間にしますか。おい、あと3分しかねえぞ。遅えな、遅刻しちまうよ。今倒すっつってんだろうが。ゲームを早くやめるように。特にカードのゲームはダメです。カードゲームに狂っている人を小声で見ました。顔まで変な人になっていました。絶対ゲームから足を洗ってください。ばあちゃんからのお願いです。母さんがかわいそうです。ばあちゃんからレアカードもらって草。いや、大谷さんすごいな。でも僕も国会議員と政治家の二刀流なんですよ。代打久保の同点ホームラン。一軍デビュー初打席でホームラン。昨日まで育成選手だった男がなぜかアップで映っておりますが、打者とは一切関係ありません。これにぴったりハマる竿の持ち主を姫様が探しておられる。おお。木。バイバーイ。長澤くん大丈夫かい。うん、もう平気さ。不良は嫌だな長澤くん。もう平井くんなんかに近寄らない方がいいよ。僕は不良はいいと思うんだ。できればなってみたいよ。え、それ以上尖って何になるの。金曜ロードショー、この後すぐ見れば。おぼろげながらいい思いつきがひらめいたんです。こら、のび、 A ボタンじゃなくて B ボタンだ。おい、人が倒れてる。おい、あれ持ってきて。あの、名前忘れたけど、あれだよ、あれ一回やるやつ。キンキンに冷えたビールですね。人なんてゴキブリが出たの一言でこうなる愚かな存在です。なおれ。え、おい、今男とホテルに入ったのってブルーの彼女じゃないか。え、嘘やん。見てるだけで近づいてこない。半額シール待ちなんだろうな、きっと。おい、磯野、明日僕に誘われても絶対に野球はしちゃいけない。未来を変えるんだ。徹夜で考えた文章なんだ。どうかな。睡眠の重要性がわかるいい文章だね。お前が見てた天気予報録画やんけ。おいおい、大丈夫か。プレゼンのデータ消えたからって落ち込むなよ。俺なんて間違って人のプレゼンのデータ消しちゃったんだからさ。ああ、お前それ俺の卵ボールでしょうが。ここまで来ればあいつらも。なんだこれ、
GPS？ うわあら、ああ、あれ、うわ、どうしようこれ。別にアンパンマンがいなくたってお前程度俺たちでも十分なんだぜ。たかし、母さんも怒ってないから部屋から出ていらっしゃい。先生ありがとうございます。やっぱりアルカリ性でした。僕の将来の夢はアンパンマンです。ハイブリー。しずちゃんに嫌われるのはまた今度にするよ。きっしょ、何お前。80キロオーバーですよ。何やっちいた。ナイスすぎるよ。みんなお前らこのままみんなで勝ちきろう。じゃあ僕いただきます。横読み。まだイボジ好きたくや。それじゃあ事故の原因は。スマホを見てたらピカチュウが飛び出してきたんです。うん、それポケモン GO やってるね。どうしてどうして、あんまりだあんまりだ。ああ、ついに最初から名前とゼロ点が印刷されてる。お客さん両手に花ですね。可愛くなくて草ですよ。今から避難訓練です。小さい家には決して入らず、黒いキャップの近くを通るときは必ずハンカチで鼻を押さえてくださいね。はーい。僕の尻尾を引っ張るとぶん殴るよ。お手伝いさせろっつーの。見せ場やら配達やら草むしりやらお手伝いさせろっつーの。お手伝いさせろっつーの。うんうん、聞いてるで。寝てへんて。寝てへんから。寝てへんて。どうだ、白のパンティです。おい、飯なら作ったぞ。なんで出前頼んだんだ。知ってるわ、だから頼んでるのよ。絶対に失写化だけはやめてくれ。あちらのお客様からです。ママ、おでこに何を乗せたの。お餅、あなたの熱で焼くのよ。ちょ、足つった。東京ディズニーランドは閉園時間を迎えました。お忘れ物はございませんか。では夢から覚めて現実を見てください。やっと残業終わった。お待たせしました、教室の上の方にあるスピーカーです。くっくっくっ、では聞こうか、皆さんのご職業は。肉。憎しみを捨てなさい。信じる者は食われ救われるのです。迷えるジンギス。子羊よ。あやなみ、笑わない方がいいと思うよ。あ、もしもし、今ちょっと手が離せないんだ。おい、よく見ろ、目の前にいるのは君がいつも通っている店の女王様じゃないぞ。ああ、ダメだ、もう彼の中ではプレイが開始している。ハイテンションプリーズ。イエーイ、行け、コイキング跳ねる。なんかここにいると父さんの中にいた頃を思い出すよ。そこで俺は社長にガツンと言ってやったのさ、このハゲって。あ、社長、今日もふさふさですね。ねえ、今日は何時まででも大丈夫だからね。ごめん、残業はしたくないんだ。カッカッカ、飛んだぞ、クララが。僕と。いらっしゃいませ、あちらの席へどうぞ。誰だ、誰かいるのか。気のせいだよ。気のせいか。俺が 2P の方か。いいかい、流れる石って書いて流石って読むんだよ。課長さすがっすね。え、雨天決行。なかなか、なくそくん、なんだこれ、なんだこの、なくそくん。君に決めたって急に言われても。助けてよ、誰か助けてくださいよ。ねえ、早く私の体返して。よし、僕今から女になる。ドラえもん、女になる道具出して。あるけど普通のハサミだよ。コーンフレークやないか。ご安心ください、私はハクのモノマネ歴8年のベテランですから。一回で目薬打てばよくないですか。ねえ一休さん。なんだい。それトンチじゃないわ、うんちよ。いいよ、道具なんて君がいてくれれば。そっか。それよりさ、じゃんけんしようよ、僕が眠たくなるまでね。いいでしょドラえもん。見よ、回線がゴミのようだ。やあみんな、私だ、人がゴミのようだ、だから私もゴミのようだ。それじゃ。ベジータは生まれて初めて心の底から震え上がった。みんなの前での自作ポエムの朗読に覚悟はよろしいですね。1時間経ってもベジータをここに連れてくることができなかったらみんなで迎えに行きますよ。は、はい。全部積み終わりました。よし、下ろすぞ。痛い。それにしても綺麗な箱だな。どんなお化けが入ってるんだろう。危ない、もう少しで開けるとこだった。やっと体を手に入れたぞ。安心してくれ、ライオンは背さえ向けなければ大丈夫だ。もう捕まるんじゃないぞ。先週入れたおっとっとめっちゃ育ってんじゃん。個性的な髪型をしてらっしゃるわね。あら、スモールライトでも使ったのかしら。行こう。いいのか挨拶。いいんだ。おい、サンジ、この帽子をお前に預ける。そこに3匹のポケモンがおるじゃろ。赤犬、青キジ、キザル。さあ好きなのを選べ。シードちゃん、うちへ遊びにおいでよ。今日はのび太の命日だからお墓参り行こうよ。どこへ行こうというのかね。あっあっ
見ろ、子供たちの笑顔が星屑のようだ。人は恋なんかじゃなかった。なんだか目の前が明るくなってバラ色に見えてきた。幸せな気持ち。そうかそうか、じゃあ今から機械のスイッチ入れるね。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくね。